マサエさん、メロンクレーンがいて、大谷さんがスローで使ってくれていたようなんですよ。すごくないですか、これ。結構ね、嬉しくて、今まではね、爆笑問題さん、友近さん、ね、山ちゃんさんが使ってくれたんですけど、それに気づくと、この先、しばらく道なりです。リスナーの皆さんに送ってもらうんですね。そして見事誰とも被らず一番数字が低かった人がチャンピオンです。例えば0が17人、1が34人、17が0人、18が1人だった場合、18を買ってきたリスナーがチャンピオンです。なるほど、17は1人でも0人だったら誰かが1人だったんですね。
を使って、ワインを飲みながら、ぷよぷよの音を出していいなと言っていました。マジモッコリさんのこのラジオネーム好きなんですよね。私ちょっと全然あのラッキングに触れてないけど大丈夫かな。いつもマジモッコリさんありがとうございます。続いてラジオネームモノカゲさんからいただきました。ありがとうございます。またまた考えました。サナちゃんが好きなスポーツは三段跳び。厳しい芸能界を華麗にホップステップジャンプするようにノリノリ加減がいいね。このねホップステップジャンプこのテンションが好きよ。しまたこの曲を聴いている間に心に残っているものを決めたいと思います。を選んだんですけれども、やっぱりヌーさんの新体操華麗に舞う姿は妖精のように可愛くて美しいという理由だった。サナちゃんらしいさらにぴったりだったのではないでしょうかという理由を込みでヌーさんにしたいと思います。2週連続なのではないでしょうか。やるねー。ということで来週も引き続き好きなスポーツを皆さんに考えていただきたいと思います。宛先はkeo@hbc.co.jp です。皆さんお待ちしています。こちらポストへの回答でした。
私ありきだし、同じ分だけ見たし、見てきた景色、きっと同じタイミングで思い出すから、いつも素敵な場所に連れてってくれてありがとう、いつもそばにいてくれてありがとう、くじけそうになりがちでも必ずや幸せに導いてくれて、感謝の気持ち忘れない、ひるまない、憎まない、あなたが教えてくれたこと、前の月のよ、前の月のよ、放送前にプリングルスを食べたんですけど、このプリングルスが上あごにちょっと刺さったんですけど、ちょっとそのせいだと思います。ということで、テーマコーナーで言っていた来週ゲストが来ると言ってたんですけど、なんと来週ゲストにママエリナさんが来てくれます。拍手ありがとうございます。来週はママエリナさんと一緒にちょっとコーナーをやっていきたいなと思います。今からメッセージをお待ちしていますので、ぜひお送りください。というわけで、大竹の人が聞いてない人とのランキングを発表したいと思います。1位から5位、ラジオネーム早川さん、初恵さん、ライトマンさん、マーシルさん、目指しさんでした。おめでとうございます。6位から10位、ラジオネーム日差しを叩いて叩いてバルさん、竹森翔太さん、物影さん、水木ひわいちさん、ムーさん。そして続いて1位から15位、ラジオネームコトローさん、コトローさん、ジャオーさん、ヨコタンさん、林ランク師匠さん、そして16位から20位、ラジオネーム直樹さん、赤鬼さん、ヨッシーさん、ひまわりさん、サパンズブランさんでした。おめでとうございます。本当にこの企画はね、皆さん参加してくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ずっとこの番組続けていきたいので、何卒メッセージ、そして参加よろしくお願いします。というわけで、メッセージはですね、慶応
koko@hbt.co.jp koko@hbt.co.jp までお待ちしています。よろしくお願いします。来週はね、マナエリアさんが来ていますよ。マナエリアさんはあの違う番組でプレゼントにもゲストとして来てくださって、その時はね、マナエリアとコメントにおよそ300m先、太田神殿、左方向です。
なく太田神殿左方向です。目的地に近づきました。案内を終了します。